お疲れ様です。今日は何節ですだっけ？10節、1個飛ばして10節、大宮線です。いいですね、やっぱ近いです。まあゴールデンウィークの最終日なんで人も多いし、チケットも完売ということでこっちも埋まると思います。大宮の20戦負けなし、今日行けば21、それはありえないですね。勝って帰りましょう。そうですね、はい。今日の一平の予想スコアは、まあ2-0とつけたいけど1で2-1で2-1でサンフレッチェの勝利で。大宮ってさ、昔からさ、ロスタイムに決着つくそうなイメージ。そうです、そんなイメージが。なるほど。なんか優勝したらしいですけど、ジュニアユースで。おめでとうございます。おめでとうございます。大宮アリンジャーアカデミーの全国大会優勝は、はい、アカデミー初の快挙。じゃあまたハーフタイムに。今からもちょっと導入していきます。よろしく。お疲れ様でした。2対1負け、逆のスコアになってしまったし、増田も怪我して救急車で運ばれたんですけど、まあ何よりね、増田のそう無事を祈って。そうですね、まあ、でもリーグはもう来週てかもう6日後今週の土曜日、土曜日にもうビッグアーチで始まるし、まあそこを終わったら次もまたホームだし、ホーム戦ね。そっからまた原、まあ周作が戻ってくれば周作、原が出れば原で立て直して、まあね、俺らも一丸となってね。そうですね、怪我した増田の分まで、ね、うん、しっかりやっていこう。もうすぐね、はい、清水とかも帰ってくるかもしれない。そうです ね、ここからもまた上がっていくように。交代で入ったさ、南が良かったね、セナ、うん、まあね、はい、若手がねしっかり ね、 そうですね、躍動してほしいね。あのさ、北京戦で呼んだ若手たちがさ、うん、こうチャンスをさ掴んでほしいよね。まあ満身創痍のチームですが、まだまだ戦いは続いていきます。はい、一平君も頑張りましょう。頑張りましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。